その目、あなた誰？うちは、シン、一緒に来い。嫌って言ったら？父様が。お前をさらう。うちの里の子供たちはしつけはいい方だと思うんだけど、いろいろ聞きたいことがあっからな。なるほどな。万華鏡シャリンガン、武器の遠隔操作、それがお前の力か。7代目がめちゃ強いのは知ってたけど、これが当代最強の忍びと謳われた7代目火影の九尾の力。一旦引くぞシン、こいつの相手はお前一人では無理だ。消えた。よくここが分かったな。奴の仲間か。パパ！お前、サラダなの？そうか。私はすぐに分かったよ、パパだって。我々の目的のため、暁の復活だ。はい。行くぞシン。任せたぞ、サスケ。カトン、豪華級の術。あいつの動力か。そうか、うちはサスケ、暁復活のためにぜひとも欲しい代物だ。俺の名はうちはシン。うちはシン、あの子と同じ名前。囚われてからゆっくり本当のことを吐け。今は黙っ。ナルト、サラダを頼む。ああ。どういうことだ。これが俺の動力だ。7代目、こいつが動力で人の武器を自在に。これで俺の動きを。進化な騎手はいずれ滅ぶ。貴様らのシャリンガンいただくぞ。うちの旦那様とマナ娘に何してくれてんのよ。だがもう終わりだ。
空間だと。ママ！まさに敵の懐って感じね。ダメだ。かなり遠くへ行ったか、結界の中に逃げ込まれたか。さくらちゃんのチャクラは感じねえ。そいつから目を離すな。はい、父様。まだ利用価値があるから生かしているだけに過ぎん。その子も早く治療しないと危険よ。私も手伝うわ。我が子、勘違いするな。こいつらは俺の歯と神経を培養して作ったクローンだ。あ、何を。やめなさい。ひどいこと。クローンだとしても息子として育ててきたんでしょう。こいつらは俺の臓器の代用品、暁復活のため。俺はサスケを殺し、奴のシャリンガンを手に入れる。ウチハの名を継ぐべきなのは奴ではない。待っててね、ママ。今行くから。ウチハの名はイタチの意志を継ぐこの俺にこそふさわしい。俺の目的は暁を復活させ。俺の目的ね、うん、どうやら心配ないみたいね。あんたさえぶっ飛ばせば万事解決ってことよ。ここがウチハ真のアジト。来るぞ。父様の命令、侵入者排除する。えっ、サラダ。ごめんなさい、7代目。ママは私が助けます。サスケ、一緒に行ってやれ。アジジは言ったろ、守ってやるって。キモ。一体何人いるのさ、こいつら。こいつらはシンを父様って呼んでた。親が子供にこんなことさせるなんて。私が絶対助けるからね。まだ。パパ。どうした。行くぞ。傷口は自分で治せるな。うん。その足ではもう動けない。お前は木の葉で調べさせてもらう。あの子。どけ。お前に用はない。どかない、父様。やめて、パパ。逆転だ。貴様はウチハの恥さらしだ。この俺がイタチの意志を継ぎ、暁を蘇らせる。あなたは絶対パパとママが守ってみせるから。わかんねえが、俺たちも行こう。サラダ！もう終わりだ、シン。まだ、お前たちやれ。
使えなくなった肉は廃棄する。父様そう教えてくれた。それが一番合理的。これが、こんなのがあんたの求めた進化だっていうの？おいおい、まだこんなにいたのかよ。多重影分身の術。まだ死ぬわけにはいかぬ。一緒に来てもらうぞ、医療忍者。ママは邪魔するな。私が邪魔なのさらだ。すっげえ。本当にお前は甘い。イタチの意志を継ぐか。貴様は奴のことを何も理解していない。サラダ、まったく心配させるんだから。この子はごめん。パパ、パパはママと気持ちがちゃんとつながってるの？ああ、なんかいいな、サラタ。さて帰るってばよ。